こんにちは、気象予報士の安西梨沙です。登山をする人のためのお天気アプリ天気 JP 登山天気からプレミアムプランがリリースされました。今回は大きく進化した天気 JP 登山天気のコンテンツとプランの内容をご紹介したいと思います。まずはじめに天気 JP 登山天気について簡単に紹介しますね。天気 JP 登山天気は登山をする人に向けて開発された山の天気に特化した天気予報アプリです。天気 JP 登山天気は特定の利用者様にお届けする有料アプリなのですが、気象業務法上不特定多数の方に公開することができない詳しい情報を確認することができるんです。山の気象情報はもちろん、登山服装指数、紫外線指数、落雷指数など山のコンディションが一目でわかる山コンディションや、登山ルート上における麓から山頂までのピンポイント予報を確認することができます。その他にも登山時には欠かせない雨雲の動きや雷危険度、より詳しく天気図を解析したい方のために専門的な中間天気図、高層天気図までご提供しています。無料ではご提供することができない登山時に大活躍な情報をお届けしています。それでは今回新しくリリースされた天気 JP 登山天気プレミアムについてご紹介します。天気 JP 登山天気プレミアムはユーザーの皆様に年間を通してより安心安全な登山を提供するためにご用意したプランです。特徴はこちらの3つ。 1.14 日間先の天気がわかる。山の1時間ごとの天気がわかる。3、季節に合わせた機能がすべて使える。特徴1つ目、これまでは7日先までしかご提供していなかった天気予報を天気 JP 登山天気プレミアムでは提供地点数は変わらずに14日間先までご提供します。2週間分の天気がわかるため登山計画がより立てやすくなります。例えば今週末と来週末のどちらで登山をしようか迷った時に、両方の天気予報を見比べてより登山に最適な日を選択することができるんです。マイヤマページのカレンダー機能も14日間先まで確認できるようになりましたので、日付ごとにマイヤマに登録した山の天気予報を見比べて登山計画にお役立てください。もちろん天気予報は日々更新されますので、登山計画を立てた後もこまめに予報を確認するようにしてくださいね。特徴2つ目、ピンポイント予報の時間ごとの天気予報が3時間ごとから1時間ごとへとより細かい天気予報を表示することになりました。登山中の天気を細かく確認できるため、急な天気の変更にも対応できるようになります。山の天気は本当にすぐに変わってしまうことが多いですよね。雨雲の動きや雷危険度に加え、1時間ごとのピンポイント予報を確認してより早く危険を察知して回避するようにしましょう。特徴3つ目、季節に合わせた機能がすべて使えるようになります。例えば積雪マップでは冬の登山時に必要な積雪・降雪状況を確認することができます。この他にも季節に合わせたサービスを展開し、1年を通して登山を楽しめるプランをご用意しておりますので、ぜひ楽しみにしていてくださいね。それではそれぞれの課金プランについてご説明します。登山天気プレミアムプランは iOS 版、Android 版ともに月額550円で利用可能です。このプレミアムプランには年間4980円の年額プランもあります。年額プランは月額プランを12ヶ月間払うよりも1620円お得になりますので、年間を通して登山をする方におすすめのプランです。なお従来からのプランはライトプランとしてこれまでのお値段と変わらずに月額240円で提供しています。まずは気軽に天気 JP 登山天気を使いたい方はライトプランを試してみてくださいね。天気 JP 登山天気は課金登録後1ヶ月は無料でお使いいただけますので、迷っている方もぜひ試してみてくださいね。皆さんが安心して登山を楽しめるよう、これからも登山に役立つ気象情報で皆さんをサポートできたらと思っています。天気 JP 登山天気を活用して安全に登山を楽しんでくださいね。